リングリングブラザーズバーナムベイリーサーカスはアメリカ合衆国の著名なサーカス団である。解散まで自前のサーカス列車を所有し、巡業に用いていたことでも知られていた。このサーカス列車の様子は、米国のヒストリーチャンネル番組、マットの鉄道万歳で取り上げられたこともある。ロゴ工業列車芸を一緒に写っているのはアメリカ人女性初のライオン長教師。 ローズ・フランダース・バスカム。1880年代、バーナムとベイリーが合併する。1907年に、ウィスコンシン州バラブーのサーカスを経営する、リング・リング兄弟が、バーナムベイリーサーカスを、毎週、1919年に合併したことで、発足した。規模は、車両90両、従業員1540人、馬450頭、増40頭、 フットボール場二つ分の大店と観客席が1万千人分、史上最大で最高の知名度と言われた。1944年7月6日、コネチカット州ハートフォードで公演中に火災が発生し、168名もの死者が出た。消火活動にはピエロらが参加していたことから、ピエロが泣いた日と呼ばれた。リングリング・ブラザーズとバーナム・ベイリー・サーカスは、 合併以前と以後も他の多くの米国サーカスを頻繁に買収することで成長していき、実演工業界において支配的な立場に至った。2015年3月5日、観客の思考の変化や規制上の問題を理由に2018年までにゾウの芸を取りやめると発表した。所属するアジアゾウ13頭は引退させるという。なお、動物愛護団体が動物の芸について、 批判を強めていた。象のショーを中止後、観客の入りが悪くなり、経営的になり立たなくなったことから、2017年1月に5月の興行をもって解散することを公表。5月21日に、ナッソベテランズメモリアルコロシアムで最後の講演が行われた。ABCD 動物園革命和光検事長。 岩波書店2010年12月22日発行 ?91 から92ページリングリングブラザーズホームページでの冒頭メッセージ。米、リングリングサーカスが約150年の歴史に幕、像の小中詩が板でアフップ部2017年1月15日米、リングリングサーカスが最終公演146年の歴史に幕アフップ部2017年5月22日。 ありがとうございます。